ラブミードゥです。12星座別の2016年度の運勢を占いました。まずはお羊座から乙女座までの運勢です。お羊座、忙しい一年になりそう。スケジュール管理をしっかりとしたりや健康管理もしっかりすることが大切です。またサポートしてくれる人やチャンスを与えてくれる人が現れるかも。牡牛座、自己表現がテーマの年、恋愛運も高い年になりそうです。また自信を持つことで運気が高まります。それと褒め上手になるといいかも。双子座、家族や仲間やチームなどがテーマの年です。チームワークや仲間意識を大切にすることで運気が高まります。グループで何か一緒に遊ぶ仲間などを作ってみては。蟹座、コミュニケーションを多く取ることで運気が高まる年です。友達を増やそうと考えてみては。その他勉強をしたりや資格を取ることで運気が高まる年でもあります。獅子座、才能が開花する年です。才能について考えることで運気が高めます。それと貯金がテーマの1年です。乙女座、12年に一度の幸運期、チャレンジをすることやリーダーシップを発揮することで運気が高まります。その他、お羊座の運気を上げるには手帳を持つと運気がアップします。牡牛座はゴールドの色のものを持つと運気がアップします。双子座はお墓参りや先祖を大切にすることで運気が高まります。蟹座は2016年度中に本を3冊読むと運気がアップします。獅子座は新しい財布を買うと運気がアップします。乙女座は週2回はスポーツをすると運気がアップします。それじゃあ、またね。